シルビアノバクトレンバツカは、ポーランドウッチ出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手で現在はフィギュアスケートコーチ兼振付師。1998年長野オリンピック、2002年、ソレトレイクシティオリンピックアイスダンスポーランド代表。1994年世界ジュニア選手権優勝。パートナーは、セバスチアン・コラシンスキーなど、ポーランドのウッチに生まれ、 4歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代の初期にラファエル・ガビノフスキーとカップルを結成していたが、1991年よりセバスチアン・コラシンスキーと新たにカップルを結成した。1990から1991年シーズンより世界ジュニア選手権に出場し、1992から1993年シーズンの世界ジュニア選手権で2位となり、 ポーランド選手として初めて世界ジュニア選手権でのメダルを獲得。翌1993から1994年シーズンの世界ジュニア選手権では優勝を果たす。1994から1995年シーズンからシニアに完全転向し、1995から1996年シーズンには創設されたばかりの ISU グランプリシリーズに参戦した。 1998年、長野オリンピックに出場し12位。1998から1999年シーズンの ISU グランプリシリーズスケートカナダでは3位となり、自身初の表彰台に上った。2001から2002年シーズン、2度目のオリンピックとなったソルトレークシティオリンピックでは、前回大会より順位を下げ13位に終わる。 翌2002から2003年シーズンを最後にアマチュアを引退。引退後はフィギュアスケートコーチ兼振付師として活動。ありがとうございます。